ヴィンセント・ローガン・ワトキンスは、アメリカ合衆国、カンザス州ウィチタ出身の元プロ野球選手。右と左ひだゴダード高等学校時代は、デレクノリスとチームメイトだった。2008年の MLB ドラフト21巡目で、シカゴカブスから指名され、7月10日に契約。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグカブスで、プロデビュー。27試合に出場して打率。 325.14打点2盗塁の成績を残した。2009年は A-9 ボイシホークスでプレーし72試合に出場して打率326.29打点14盗塁の成績を残した。2010年は A 級ピオリアチーフスでプレーし118試合に出場して打率261.1本塁が30打点 19盗塁の成績を残した。2011年は A 級デートナカブスでプレーし、125試合に出場して打率。281.5本塁が45打点、21盗塁の成績を残した。2012年は A 級テネシースモーキーズでプレーし、133試合に出場して打率。281.9本塁が52打点。 28、盗塁の成績を残した。オフの9月27日には、カブスの2012年度マイナーリーグ最優秀選手に、選ばれた。11月20日に、カブスとメジャー契約を結び、40人ワーク入りを果たした。2013年3月10日2013年シーズン、前に、カブスと1年契約に合意。3月11日に、AA 級アイオワカブスへ移動し、 そのまま開幕を迎えた。トリプル A 級アイオアでは107試合に出場して、打率243.8本塁が26打点10盗塁の成績を残した。8月4日にルイス・バルブエナが故障で離脱したため、メジャーへ昇格。同日のロサンゼルス・ドジャース戦でメジャーデビュー。7番、二塁手で先発起用され、3打席目にスティーブン・ファイフから、 メジャー初安打となるサゼンダを放った。この日は4打数1安打1三振だった。その後は主に代打として起用された。この年は27試合に出場し、打率211だった。2014年3月3日にカブスと1年契約に合意。3月12日にトリプル A 級アイオワへ移動した。8月21日にスターリン・カストロが、 キビキリスト入りしたため、メジャーへ昇格。4試合に出場したが、8月26日に、カストロが復帰したため、トリプル A 級アイオワへ降格。翌日の8月27日にメジャーへ再昇格した。この年は31試合に出場して打率、246.1本類が、6打点、1盗塁の成績を残した。オフの12月19日に、 戦力外となった後、22日に40人枠を外れる形で、トリプル A 級アイオワへ配属された。2016年は、トリプル A 級アイオワでプレーし、108試合に出場して打率。261.1本塁が、42打点、15盗塁の成績を残した。オフの11月7日に、FA となった。2016年12月23日に、 デトロイトタイガースとマイナー契約を結んだ。2017年11月6日に FA となった。2018年はアメリカンアソシエーションのウィチタウィングナッツでプレーした。2019年4月4日にメキシカンリーグのティファノブルズと契約した。2020年1月7日にタバスコキャトルメンにトレードされたが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴いリーグが、 開催されなかった。2021年よりアメリカガソシエーションのクリーバーンレールローダーズの打撃コーチに就任した。ありがとうございます。